アロハこんにちは、 DJ ソーライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今回ですね、ファイナルファンタジー12パーティーゲーム無念でしたね。 60% までしか削ることができませんでした。多分撃破するにはちょっと相当難しいと思います。チェインなし覚醒なしだったので、どうでしょうね。まあ1人メンバー変えてガンガン削れるやつ、それかチェーン入れるか、どっちか抜いても1人でしょうね。2人抜いちゃうと敵強くなっちゃうんでね、1人をね、回復が追いついてたんでそこの枠を変えて、まあ、やって挑んでもね、1人覚醒奥義入れてもいいのかもしれませんね。風の弱体入れてたんでね、バンちゃんで、そういった意味だったらクラウド様入れるか、バッツさん、バッツ隊長入れるか、まあ、そんな感じですね。それがいいんじゃないかなと思うんですけど、バス隊長でね、魔法剣ガンガン削っていく、まあ、それのねリベンジ動画、まあ、上げれたらやってみたいと思います。ってことで今回は12いってみましょうか。これはい240、そうだよな、いきなり240だもんな、そう考えると。でルビーもらえるのは2040でしょ、40ですか。基本報酬なし、行ってみましょうか。待てよ、敵の行動パターン、闇属性が攻撃、じゃあ一緒ですね。パウル、あ、プロシル状態にするパウル同じですね。どうしよう、開幕バッシュで行こうかな。これも長期戦になる可能性があるから、パンネルをやっぱちょっとブレイクフィーバー持たせたいかな。バフ役は開幕で、行ってもらうとして、ガーサーかな、なんかもっとできればいいんだけどな。あ、攻撃力上げるのあるかな、作ってないのか。力抜いた、これ効果あるのかな。フルブレイクあるな、フルブレイクとブレイクフィーバー同じですよね。どうしようかな、ここはちょっと攻撃してみますか。まあ、ちょっとやることいっぱいありますが、これでいきましょう。こんな感じでどうでしょう、入ってます。チェイン役どうしようかな、チェインは一旦待とうか、チェインどうしようかな。とりあえずやってみましょう。240か、多分240は倒せると思うんですよ。350だったんでゲームが、ライトメア2までは行きたいですね。覚醒なしですが、まあ、シリーズ今回はチェインがあるのでね、でバフもちょっとかけていくんで、チェーンかけます、ブレイクフィーバーやります、ギャルジャークかけようかな。ちょっとこれ待ちます、即時で発動しちゃうんでね、待ちです。チェーン入ってからにします。チェーン入ってくれ、おお、チェーン入ってバンちゃん一旦待たせちゃいましたけど、これでいきます。これが吉と出るか凶と出るか、3000ですね。バニッシュレイドかましてください。はい、あ、次でバニッシュレイドだね。これでまずプロシェルヘイスがかけます。これがまあでかいでしょう、まあ、ゲージ2個使っちゃいましたが、ホーリーじゃ回復の方が良かったかな。ウルトラキュアにしよう、当初ブンドルフナティックドラゴン、バニッシュレイド使います。あー、しまった、やってしまった、最初からついてるのか。あー、ボンボクラ潔く回復にしとけばよかった。えげつない、回復役が一人死んでしまいました。やってしまったな、こいつ
まあしょうがないでしょう。ここはああ、いいね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 。ダメージはもう全然問題ない、全然問題ない。何何これ、いいね楽趣味。ああしまった、エンハスレイドやるべきだった。死にはしないでしょ。まあ一応ね大事を持って、いいね問題。やっぱ次もちゃんとあれだな、あのリッパーに変えるのと、ホーリージャーをうまくします。素晴らしい、楽趣味。7万ぐらいいくんじゃないでしょうか。行きましたね。どうしよう、ブンドル、あ、バウル使ってきた。ここは素直に行きましょうかね。素直にバニッシュレイドで行きます。回復が追いついてます。ナドラゴン、バニッシュレイド、もう一回投手をブンドルいきましょうか。あでもいいですね、全然完走しますね次で。はい、いい感じ。次のフェイスも使ってきた。そう考えるとやっぱりバンちゃんがメインアタッカーですね。これはギャルジャ、いいね。ちょっとこれ使ってみようかな、どれくらい食らうのか。あ、魔法攻撃インジが効かなくなる。まあでも十分でしょう、シーフは効くのね。ギャルジャ倒したんじゃないでしょうか。 OK、 とりあえず4人でいけたって感じですね。そう考えると回復も余裕で余ってたんで、次で仕留めましょう。とりあえずナイトメア1は余裕ですね。いいね、ルビー40個ゲット。シーフのフラグメントゲット。ってことで、はいはい、ナイトメア2行きましょうか。挑戦する。作戦は同じですね、開幕で行く感じで。うん、最初に投手ブンドル1ターン目使ってもいいかな、それはありかもしれないな。これホーリージャー危ないんで、ここ回復に変えておきます。ウルトラキュア12回使えるやつ、あ8回か、もう1個12個にしといてもいいかな。でもで開幕はこう入れ替えとこうか。セザプス、あこれいいじゃん。でこれ何かな、一部の自分が使用性達成か効果長くなる、どっちの方がいいんだろう。これセットで使った方がいいのかな。正直もう一回放つ期待するよりは一部の効果の継続時間が長くなるでしょう。ダメージアップの方がいいよね。ちょっとこれ試してみようか。どうでしょう、これで召喚にしようかな。ルナ結構効いてたから召喚士、召喚士の血筋こういってみましょうかね。ちょっとこれで対策、この対策がきちっと出るかいってみましょう。
きますよ。最初ね、最初からもうリフレかかってますからね。オッケー。お、ガッツ。ここは何としても普通に倒したい。まあ、さっきよりは強くなってると思うんですけど、まずは当初分取る。リッパーにするの忘れちゃった。もうやっちゃったよ、またバニッシュレイド。またやっちゃった次はリッパーにします。でもダメージ伸びなそうだな。バニッシュレイドやってしまいました。まあ、どっちにしろね、まあ言い訳じゃないですけど、まあポジティブに感、うお、やば、ポジティブに考えたら、まあ、ブレイブ使うからいうことにしといてください。でもこれが長期戦になるとしたらちょっときついかもしれないですね。はい、これのダメージがどれくらい伸びるか。ああ、まあ悪くないじゃないですか。悪くないですね。噛みつき物理も結構食らいますね。キャルジャー、はい、ウルトラキュア。そっか、最初開幕にあれやったんだ。それが誤算だった。まず最初にバニッシュやっちゃったからだ。そっかそっか、それがまず誤算だでしたね。開幕はあれやるべきでしたね。ヘイスガの関係もあるんでゲージがちょっとね、チェインのゲージの減り具合がもう半分いっちゃったんで、最初こいつ開幕でしたね。そっからのバニッシュレイドでした。判断おー、ぶねー、判断をミスりました。まあ、その中で倒せればまあ問題ないでしょう。キアルジャ、ウルトラキア、これいくでしょ。うおー、ハスレイド回復重視でいきます。そう考えると踏みとどもないからな。踏みとどもリジェネがなしですからね。回復役は多いんですけど、バンちゃん以外全員回復できますからね。投資分取る、削りは問題なし。早速ですが使っていきましょう。ネクストポーション、早速ですが回復してきます。ラクシュミ4万ぐらいですかね。ウルトラキュア、ちょっとチェーンかけ直さないとまずいですよね。なんかさっきだとこれもう一回バニッシュレイドやったような気がするんで、ちょっといった待ってみましょうか。ケアルジャ、まあ、そんなことないか。当初分取る、バニッシュレイド一応やってみようかな。このタイミングであいつなんとかやってほしいな。ちょっとタイミングミスったくせえな。意外と早い。あいつやってくんねえかな。そのなんだっけ、プロシェルかけるやつ、ヘースかけるやつやってくれない。タイミング遅かった。早かったか。はい、チェーンかけ直しからのタイミングミスった。これやっちゃうか。ここでしたね、バニッシュレイドのタイミング。使ってからにしましょう。見切り発車怖いな。バニッシュレイド早く使ってくれ。ブレイクフィーバー、はい、これでちょっと割合回復があるんでね、効果はいかほど。あ、でも4000いっては十分ですか。チェインも稼げて、本番はここからですよ。これでもう一回いきます。ワンちゃんやっちゃって、ギャルジャでいいでしょう。9000、まあいいんじゃないですか。悪くないんじゃないですか。悪くないっていうかもう完璧ですよね。はい、ルナードラゴンちょっと使っちゃうよ。超絶、あ、しかも攻撃の方じゃなくて
バフの方やっちゃった。でもまあ24秒だからまあいいでしょう。はい、使うよ。バンちゃん、バンちゃんのブレイブも一回発動。いいね、乾燥してるね、問題なく。30秒ぐらいできるかな。聖なる霧2回発動してほしい。ここ2回行ってくれたらでかいよ。きたー、2回来た。さらにバフもかけ直します。キャルチャ回復は問題ないですね。投手も分取ります。はーい、30秒切りできるか。フェイス、いいんじゃないの。やるじゃん、よっしゃー。全体回復、回復のままやってますね。それ30秒切りできないな。まあでも30秒切りできないと報酬があれか、違うんでしたっけ。30秒切りしないといけないんだよね。30秒切りはできないか。30秒切りできない。30秒切りはまだ僕にはできないか。次のターンなら35秒かかるか。回復は追いついてるんだけどな。眼線攻撃が忍術とあれだから悪くないんだよね。ラーサーも このターンで仕留めたい。超絶、超絶でいこうか。次もこれがね、乾燥してくれたらいいんだけどね。さすがです。倒した、32秒。うーん、まあ工夫すればって感じだとは思うけど、まあね、ダブルヒーラーなんでヒーラー1人にすればって感じはありますね。アタッカーが他いないんですよ。とりあえずはルビー170個。熱っ、激熱じゃないですか。ちょっとルビーまた取っ集まっちゃったんじゃないのこれ。決勝回り大変だよこれ。そしたら30秒以内課題です。ちょっとこれルビー785個あるよ。さあもうやっちゃいますか。おっと、リッパーに変えることを忘れずに。50%は削りたいね。リッパーに変えて 50% 削りたいっす。 50% 削りたいっす。 50% 削れたら 何個もらえるのかな。70ぐらいもらえるのかな。50はでもきついか。覚醒なしだもんな。やるぜ、やるよ。ワンちゃん投手を分取る。チェイン回復しようか。キャルチャー戦火 TV。とりあえずバフどうでしょう。おー、いいね、やればできるじゃん。おーおーおー、もう死にそうじゃん。いかつ、とりあえずプロシェル入れてデッドエンドまでは頑張りたいね。即時発動パンチャー頼むよ。はい、行くよ。ワンちゃんの即時発動。うん、2000まではなんとかいった。レッグフィーバー、ケアルジャ、ウアドラゴン、あとバイシエイド。これが効果をどれくらいになるか。死ぬんじゃないか。
け。とりあえず回復が追いついてないぜ。あーでも、あ、いいね、そっちそっち。3000か、厳しいな。ちょ、回復力、超絶使いたい。あー、ルナティックドラゴン、いいね。回復を使いたい、回復を使いたい。スピードがこれで収まる。死んでない、オッケー、ウルトラキア。ケアルじゃ、ラクション。3000か。回復ちょっと間に合ってほしいね、ここは。え、スレイド。バンジキュースか。バンジキュースですね。バンジキュースです。とりあえずは。いいね。ちょっと一瞬待ちますか。一瞬待ちますか。ちょっと一瞬待ちますか。待っておいてよかった。次でね、もう一回ブレイクフィーバーやりましょう。こいつで、こいつは KR じゃ、いきますよ。こいつは KR じゃ、いいね。エハスレイド、ルナドラゴン、投資分取る、投資分取っちゃいます。はい、ちょっとね、どうなんでしょうか。これ投資分取る、7000か、いいね。レクイバー、これそんな食らわないでしょう、さっきの感じ見ると。まあまあまあ、常識の範囲内で。これよこれ、キャルちゃん帽子をぶんどる。うん、ここでちょっとね、ちょっとスキップしようか。なんかこのタイミングであいつやってくると思うんだよな。それ街でやってみようかな。ちょっと決まりすぎ。ナイスタイミング、バンちゃんのブレイブが入る。これも入る。ここはいいタイミング。バニッシュレイドのタイミングが本当にミスったかも。もうここまで待ったら一応食らわせようか。それかもう一回超絶やるか。来るでしょ、もう一回ぐらい。うーん、怖いから、じゃあちょっとミスったな。読みが外れまくってる。ナドラゴン、オーリージャー、いいね。とりあえず投資分取りとこうか。投資分取って、ちょっとブレイブがどのくらい伸びるのか、これがちょっと。もう1回くらいレベル3まで行きたいんだけどな。それまで持ってくれるか、期間が。いいね、とりあえずは。回復が追いついてる。なんとかちょっと待とうかな、待ちで。グラビジャとかやってくるか。ウルトラキャンにしとこう。ブレイクフィーバー、攻撃パターンがちょっと読めない。エハスレイド、ウラドラゴン、やっぱそうきたか。これ使おうかな。次で超絶使いましょうかね。はーい、レイクフィーバー、これ全体回復。グラビシャ使ってほしいところはあるんですけどね、それでちょっと超絶使いたい。ちょっと待機させましょうか。はい、チェインもナイス稼ぎ。ちょっとスキップ、もう一回使うと。
でリッパー使いましょうかね。ブレイクフィーバーしましょうか。デッドエンドになった。あ、そう、ダメージをそんなに削れてないからか。アタッカーが弱いってことですね。30秒でデッドエンド来ちゃうのか。これ20%もいってないんじゃないの。これルビーなしじゃないこれ。あー、20個40個もらえたか。まあ、まずまずでしょう。よく頑張ったよ。これ覚醒も普通に持ってたらもっといくでしょうね。 20% ぐらいでしょうね。うん、まあこんな感じでしょう。まあ、そんな感じで今回メロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパー、そうですね、ファイナルファンタジー12のナイトメアやってみました。3はね 20% まで削れたんですけど、今後のね伸びしりを考えたらヒーラー1人でアタッカーがもう1人増えて、さらに覚醒奥義がね2個持ちとか3個持ちになったらいい線いくんじゃないでしょうか。でもね12のね覚醒奥義狙いでガチャを回すのはまずないのかなと思うので、闇ガチャでゲットできたりしたら、97でゲットできたらですね、はい、12のナイトメアは長期戦になる、と思うので、1年以上かかるんじゃないでしょうかね。長い目で見て戦っていきたいと思います。今回メロジャム TV これで終了です。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。 DJ ソーライズでした。